この項目では日本国内における電波利用の高度化政策について述べる。電波は波長の違いにもよるが国境を簡単に超えていく。このため国際連合の付属機関である国際電気通信連合により世界の地域ごとに使える周波数帯が決められており国家はその与えられた枠内でそれぞれの用途に割り当てを行っている。しかし近年 携帯電話や無線 LAN の普及により、日本をはじめ各国で周波数帯の割り当てが逼迫する状況となってきた。そこで技術革新などにより、電波利用者が使える周波数帯を節約し、より多くの需要に対応できるようにするのが電波利用の高度化である。日本国内で特にメジャーな電波の利用法は、テレビジョン放送と携帯電話であり、特にこの二つで、 現在高度化に向けた動きが進んでいる。両者の周波数帯は一部で連続しており、高度化策完了後は一括して再編成がなされることになっている。日本におけるアナログ式テレビジョン放送は NTSC 方式を採用し、1チャンネルで6ヘルツ分を使用する。しかし、近年携帯電話が急速に普及してきたこともあり、旧郵政省は海外の動きも受け、 テレビジョン放送をデジタル化することを決定。技術的には、すでにアナログ衛星ハイビジョン放送において、電波の送受信以外がデジタル化されていたことから、送受信部もデジタル化することで対応した。これが、日本におけるデジタルテレビジョン放送の方式となっている、ISDB 方式である。まず、CS 衛星波テレビジョン放送からデジタル化が始まり、完了。 当時は契約者だけが確実に視聴できるようにすることが導入の目的であった。その後、2000年12月1日には BSA BS 制波テレビジョン放送で、そのちょうど3年後には地上波テレビジョン放送で、それぞれデジタル化がスタート。この時には著作権、視聴者情報管理システムとして新たに BE、CAS システムが導入された。また、 衛星派テレビジョン放送においては、一つのチャンネルを複数に区切って、そのパーティションごとにチャンネルを割り当てることによって、視聴できるチャンネル数を増やす方式が取られた。2011年7月24日、東日本大震災の影響で、有予処分となった東北3県以外で、NTSC 方式のアナログテレビジョン放送は終了。岩手県、宮城県、 福島県についても2012年3月31日で終了となった。これにより、まず地上波 VHF の 70MHz 分が解放され、用途変更される。そして2012年7月24日までに、携帯電話などが利用する通称 800MHz 帯に隣接する UHF の 53CH62CH CH に相当する60。 メガヘルツ分もテレビジョン放送用としては利用できなくなる。これらの措置により、地上波テレビジョン放送が使用する周波数帯は合計130メガヘルツ分減り、従前の3分の2に圧縮される。地上波のデジタル化に関しては、すでに実用化されている衛星放送のデジタル変調を使用することにより、利用者が一斉に設備を買い替えるなどの負担が少なく、 また世界初の完全衛星放送実施国となることができ、すべての地上波帯域も開放しつつ移行可能であったが、結果的に消費者の負担と資源や廃棄物による環境への負担が増しただけであった。しかし、衛星放送についてはという問題がある。これは東日本大震災によって予定されることとなった。こうした事情もあり、 アナログテレビジョン放送終了直前に実施された放送法改正では地上波が最も基本的なプライムメディアとして位置づけられ衛星放送については同じ期間放送でも地上波を保管する位置づけとなった一方でこのテレビデジタル化により従前携帯電話会社が言ってきた動画配信サービスが通信容量確保などの観点からワンセグサービスとは異なる新たな 放送サービスに移行する動きもある。テレビジョン放送の場合、電波を送り出す側は、国の免許政策によってある程度数が決まっており、数が流動化しているのは視聴者の側である。これに対し、携帯電話の場合は、一台一台が電波を出したり、受けたりしているため、テレビジョン放送とは異なる高度化のやり方を取らなければならない。 すなわち、使用周波数帯自体の圧縮は不可能で、一台一台が使う周波数帯を節約するとともに、新たな需要に対応するため、周波数帯を割り当てる必要がある。端末側の高度化策としては、通信方式の改良によって、1秒あたりにやり取りすることができる、情報量を増やす方法しかない。第二世代携帯電話を代表する、 PDC 方式では、やり取りできる、情報量は、最大でも2 8 8ロビット、秒であるが、第3世代携帯電話を代表する W-CDMA 方式では、最大量が、その10倍以上となっている。現在はさらに改良が進み、PDC 基準で100倍以上の情報量を処理できる、第4世代携帯電話がメインとなりつつある。周波数帯の割り当てとしては、 より高い帯域を新規に割り当てるとともに、ユーザーの次世代移行を促し、空いた既存の周波数帯を再利用することも行っている。日本の三大携帯電話事業者、ソフトバンクモバイルのうち、ソフトバンクモバイルは第2世代サービスを2009年度末に終了。NTT ドコモは2011年度末に 800MHz 帯を使用する第2世代サービス、ムーバーを終了。 KDDI もセディマワン等の 9800MHz 帯の使用を2012年7月22日をもって終了した。この帯域の免許有効期限はテレビジョン放送帯域 60MHz 分完全開放の日と同じである。その他の無線通信においても情報漏え防止や周波数帯節約を目的としてデジタル化が進められている。ありがとうございます。